揺れが1分ほどで収まったと思われたその時、映像から地震の大きな揺れは2回あったと見られます。仙台市が揺れてから8秒後、揺れは岩手県盛岡市にも伝わりました。
その2秒後には福島県郡山市。なけえな。その言葉が現実のものとなった。横浜市内ですが大きく揺れております。やばいやばい、看板が落ちてきてます。人が建物の中から移動してきています。やばい、ちょっと離れろ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 、建物から。でも離れろ、あ、倒れ。東京大学地震研究所はこの長い揺れの最中に少なくとも3カ所で断層の破壊が起きていたことを突き止めています。最初は宮城県沖、25秒後にさらに沖合で、1分40秒後には茨城県の陸地付近で断層が破壊。それぞれの地震波が立て続けに東日本を襲ったのです。携帯電話の緊急地震速報が鳴り、人々が地震に気づき始める。振り幅が一気に大きくなったこの時、震度は6弱を記録。この大きな揺れの原因が宮城県沖で午後2時46分18秒に起きた断層破壊だった。再び大きな揺れが襲う。この時の震度は1度目よりも大きい震度6強。なぜこのようなことが起こったのか。その理由は最初の断層破壊から42秒後、さらに大きな断層破壊が起きたためだった。その結果、大崎市は2度の大きな揺れに襲われていたのだ。これは大崎市からおよそ50キロ離れた仙台空港での映像。
突如襲った最初の大きな揺れ。この揺れは一度目の断層破壊が伝わってきたものと考えられる。さらにこの後